私の宣材写真を今から撮りたいと思います。その前に高橋貢さんにここから大変身させてもらって、自信のある一枚をなんとか今日は撮れたらと思います。楽しみです。皆さん楽しみに。これからメイクが始まります。どんなに疲れて、どんなにナーバスな状態でスタジオに入ってきても、ヘアメイクをしてお洋服を着せるその1時間とか1時間半の間で、その人を精神的にもケアしつつ、そこにヘアメイクの仕事はあって当たり前なんですよ。それ以上にその人をいかにケアして、その1時間1時間半の間で、はあ綺麗になったって、私は日本一の女優よ、モデルよって思わせて、カメラの前、舞台の上に出させるっていう、そこが本当のヘアメイクとしての裏方としての仕事なんだっていうのを、フリーになってしかも何十年か経って初めて分かってくるんですよね。お仕事してた中で、やっぱり三國連太郎さんがおっしゃってくださった言葉の中に、貢くんの仕事はね、人をきれいにし、笑顔にし、そしてそれぞれの戦場に向かわせるための仕事なんです。もうちょっと笑ってもいいよ。そうそう、もっと笑ってもいいよ。大げさに言えば、そうですそうです。人の人生までを左右する仕事なんですよって、立派な仕事です。っておっしゃってくださったんですね、うん、それが僕の今でも財産なんです。貢くんさんの凄さは、なんて言ってもやってもらってる時に、なんか絶対的安心感があるっていうか、その自分がどうだろうって結構不安なんですけど、いつもこんなでいいだろうかって、でもやってもらってると、もうすごい自信持ってやってくださるので、あんたこれ綺麗よって言われたら綺麗なんだと思って、いざその本番になった時に、貢くんさんがやってくれたから大丈夫とか、あとやっぱり自分がおかしいところは指摘してくださるから、そういった面でも変に逆に気づかなくてよかったり、うん、本当にバシバシ言ってくれるんで、なんかたまにキュンとくるんですけど、でも自分のために言ってもらえるんだって思えるから、そうやって、まあ、メイクの技術はもう言うまでもないですけれども、しっかり思ったことを伝えてくださることが私にとってはすごく良かったです。はい、今回宣材写真という中でいっぱいやったんですけれども、やっぱり変われるってすんごい楽しい。自分が自分でいられるし、自分じゃないものでいられるから、これからも何だろう、美意識じゃないけど自分を保ちながら変化していきたいと思います。以上です。チャオ。